2008年、新たなる伝説の幕開けを目撃せよ。あの伝説の音芸がビジュアル、サウンドともに完全パチスロ化。その名もパチスロビートマニア。元祖音ゲービートマニア、そのゲーム性を完全に再現するのがビートマニア専用筐体。ゲームセンターを変えたと言っても過言ではない元祖音ゲービートマニアが今度はパーラーを変える。熱いビートに胸躍る、パチスロビートマニア、ついにデビュー。ビートマニア、それは97年に誕生したアーケードゲーム。その人気は家庭用ゲームにまで及び、実に誕生から10年を超えるビッグタイトルである。そんなアーケードゲーム界のビッグネームがついにパチスロ界に登場する。オリジナルのビートマニア、そのゲーム性とは、画面の譜面上部から落ちてくるノートに合わせボタンを押す。タイミングの正確さに応じて判定され、スコアを競うのだ。パチスロビートマニアの魅力はボーナスゲーム中に詰まっている。なんとビートマニアをボーナスゲーム中にプレイできるのだ。その再現度はゲーム版スタッフのお墨付き。ゲームファンの注目を集めること間違いなし。収録曲は実に11タイトル。さらに3段階の難易度によって曲のバリエーションも変わり、合計33曲がプレイできるのだ。プレイヤーの攻略心をかきたて、飽きさせることのない豊富なラインナップを実現。曲とゲームレベルを選択し、レバーとボタンを駆使してハイスコアを目指せ。ビギナーから上級者まで熟練度に合わせてゲームが楽しめる。パチスロ初心者からゲームマニア、さらにパチスロヘビーユーザーまで満足させることができる。ビートマニアでしか味わえない刻む快感が止まらない。パチスロビートマニアのゲームの流れを紹介しよう。液晶画面の基本ステージは3つ。中でもビートマニアステージは高確率で AT トランスモードへ移行するチャンスゾーン。期待を込めてレバーを叩け。トランスモードでは子役がナビされる AT が発動する。ビッグボーナス終了後は100ゲームの ART レイブタイムに突入。出玉を増やしつつ次のボーナスのチャンスを待て。ボーナスと ART の連続で勝利をつかめ。またビッグボーナス中のビートマニアゲームをプレイしたユーザーはオリジナル携帯サイトにアクセスし、第2認定システムに参加することができる。出現する二次元バーコードを携帯で撮影しアクセス。サイトではプレイに役立つ情報もゲットできる。新たな楽しみがパーラーから広がっていく。ユーザー向けの攻略要素も満載。設定を示唆する様々なアクションがプレイヤーを待っている。ボーナス確率などのオーソドックスなものから独自のアクションまで、プレイヤーの攻略心を刺激。やり込み要素豊富なパチスロビートマニア、ゲーム世代のヤングユーザーへのアピールは十分。パ
パチスロビートマニア専用筐体で登場。音ゲーの元祖、そのゲーム性を完全再現。携帯と連動しヤングユーザーへアピール。パーラーに新たな楽しみを提供するパチスロビートマニア、伝説の続きはパーラーで幕を開ける。